はい、こんにちは、まえちゃんねるまえはるです。はい、今日は久しぶりにこちらですね、はい、Amazon の箱のまんま、ここから開けていきたいと思います。はい、10円ものカードがちょっと多くなってきたので、それをしまうケースを購入しました。はい、はい、おお、あ、こういうの、あと光文明のあのスリーブも買いました。あ、ほぼこれだもんね、電気結構でかい、結構大きいんだね、うん、ということでこちらですね、はい、トレーディングカード専用設計収納ケースですね。はいはい、せーの、今ですね、こういうケースに100均で買ったケースに入れてるんですが、これ以外にもカードが溢れちゃってるので、ちょっとね、しまっておきたいなということで購入しました。あ、中こういう風になってます。はい、なるほど。4つ仕切りがあって5つのセクションに分かれてますね、はい、上はここすごい空いてるね、うん、ここは2つですね。はい、なるほどね。特に変えられますできない。そう、変えられないんだよね、うん、その Amazon の評価にも書いてあったんだけど、変えられたらなお良かったって。じゃあ早速1枚入れてみよう。あ、入れてみて、ちゃんとスリーブに収まったカードも入れることができますね、はい、ということでちょっと入れてみました。スリーブ入りのカードは70枚、はい、スリーブなしだと130枚入りますね。うわ、結構だからこれ入るね。うん、うん、カードをきれいに保存したいっていうのもあるし、うん、ね、落として破れちゃったり、もう折れ曲がったりしたら最悪だからね、うん、こんな中にしまっておけばいいんじゃないですかね。ちなみにこのケースは Amazon で1295円でした。はい、結構お得だよね、うんうん、この前ね、光文明 のミラクルミラ団体のレジェンド出たんで、はい、なんか光でも揃えてみたいなと思って一応購入してみました。とは言ってもちょっとね、光文明レーシングと何回か対決してんだけど、うん、弱い、うん、あのね、カードが揃ってない、うん、使いこなせてないですね、うん、エーシンクの方が異文明で強いカードがめっちゃいて、まあやられる、はい、対戦動画はまた折を見てあげたいと思います。はい、はい、ということで今回はトレーディングカード専用設計収納ケースにデュエマのカードを入れてみたという動画でございました。はい、はい、ということで今日の動画が面白かったなとか、このケースいいんじゃねと思った方はぜひ高評価、チャンネル登録、コメントいただけると大変嬉しいですね、はい、このケースに頼ってるな、チャンネル登録まで、うん、ちょっと違ったか、うん、はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。